今回はこのホンダのグレースという、セダン、フィットベースかと思われるホンダの4ドアセダンに、こちらの LXF という座面のやや薄めなシートの装着の模様を簡単な動画にまとめてみました。こちらの車はガソリンタンクの上に椅子が乗るという、ユニークな乗用車ですので、そのあたりの座面の前側の高さを気にするところではございますが、お伺いした通りの体格でしたので、あまり問題は発生しないでうまく装着ができました。装着をした後に前側を基準に後方側の調整による座面座部の圧力を変化させるという方法を通常取りますので、一旦装着をしてからの試運転に入るところまでの動画がございます。その後確実にセットした後での終了となりました。で、座ると沈むはずなんで、ちょっと座ってみてください。で、後ろ側はまだ高さを上げたりする余裕がございます。どうですか？はいはい。なんかもう。さっきより全然高いですね。どうですか？その高いのは意外といいんじゃないですか、ね、うん。と思うんですけど、どうですか？そうですね。ねえ。なんか、今までの感覚から言うと、すごい高すぎるような。でも、多分それでちょっと一回り運転してみましょうかね。いいんですか？はい。ということで、座面の多少の上昇が運転なさる奥様にも都合が良さそうということなので、うまく収まったところでございます。同様なお車でシートを交換してより快適に車を利用したいと思う方は、ぜひジェットセットまでアクセスをお願いいたします。